まあ、やっぱり昨日とはやっぱり違う展開になりましたし、まあ、もちろん相手がここで激しく来るのは分かっていたんですけど、しっかりその前半で、まあ、相手のペースがないその時でもしっかり我慢して我慢して、で、まあ、後半でもう一つギア合わせて、自分たちのペースにできたので、まあ、こういう楽しみというとこで、こういう粘り強い戦い方が方ができたというのは、すごく収穫だと思いますし、まあ、しっかりこのシーズンで、この試合で優勝が決められて、よかったかなと思います。I think it was a great game from both teams. Chiba came out with a lot of energy. We knew they were going to, play a lot harder from yesterday's loss. We just stuck together. Even when he wanted to make runs, we stayed together and we trusted each other. We was able to get the win. 本当両チームにとっては素晴らしい試合だったと思いますし、千葉さんは昨日の敗戦を受けてかなりこう激しくやってきましたけれども、そんな中でこうちょっと流れを持っていかれそうな時でもこうしっかりチームとしてまとまり続けて戦い抜けたということがこの勝利につながったと思います。まあ、僕はもう弟も彼のことはすごくリスペクトしてるし、もう本当に上手い選手がネックスに来てくれるっていうところで、まあお互いそのセルフィッシュな選手じゃないと思うし、お互いそのパスに来しながらっていうところで、まあ相手は的が絞りづらかったと思いますし、DJ が乗ってれば DJ を中心に詰めると思うし、DJ も僕にボールを預けてくれるしっていうところで、まあ、それをチームは全体がしっかり共通認識を持ってプレーボールにしてくれたと思いますし、しっかり僕もシーズン当初からしっかり。ケミストリーは押しかけできると思ってやってきたので、しっかりこの形で結果が良かったなと思います。I think one of the main reasons that me and Marco, we play well together because we don't have an ego. You know, for both of us being big time players in this league, we just want to win. And I understand, he understands that I'm here to help him win, and he's here to help me win. We just kind of like just play off each other. But it's been a privilege to play alongside of a player like this. It was my first time playing with a player like this in this league, and it's been fun. It's been fun all season. I'm happy that I came to Brooks.やっぱりこの自分たちに共通しているのはやっぱりお互いにこうエゴがそんなに強くない選手同士であるということがやっぱりそのうまくこう相乗効果を生んでいると思っていて、自分もこのチームを助けるために、そして比江島選手をこう助けるためにこのチームに来ましたし、そして比江島選手も自分を助けられるということを分かっていると思うので、お互いにもこのチームとして勝つということを、その目標のために、ここにいるので、お互いこううまくケミストリーを作ってやっていけると思っていましたし、こういう、2人ともこうこのリーグを代表するような選手ですけれども、こう彼のような素晴らしい選手と同じチームで一緒に戦えるというのは本当にこう光栄に思いますし、とても一緒にプレーしていてとても楽しいです。ある程度その自分個人の役割っていうのはみんな分かっていると思いますし、それをしっかりこなしている結果いい方向にいってるとは思うんですけど、でもやっぱりまだまだそのトランジション、今日も少しトランジションのディフェンスであったり、悪い流れの時にターンオーバーを立て続けに続いてしまったりというところで、そういった時にどうその立て直すかとか、ディフェンスからその流れを作るとかであったり、細かいところのディフェンスのローテーションだったりっていうところは、もちろん試合通して 100% できるっていうふうには思ってないですけど、そういったところをしっかり少しでもミスをなくすというところを突き詰めていければ本当にその優勝というところは見えてると思うので、あと少し時間があるのでそこら辺に意識しないので、一つはやっぱりその去年悔しい思いをしている状況の中で、どの試合に対してもその、チャレンジャーの
気持ちで臨めたっていうところで、まあ、細かいルーズボールとかリバウンドとかそういったところは、その集中力を保って、まあ、しばらくやれたかなっていうところか、で、まあ、リリースやるとか、悔しい思いをして、チームに加わってくれてっていうところで、まあ、そういった選手がやっぱり、その、すごくプラスの影響を与えてくれたっていうところで、で、まあ、そのチームのカルチャーも本当に変わらず、それで、アダシ選手もアダシとしてくれてっていうところで、すごくいいチームになったなっていう印象があります。はい、まあ、その去年まではやっぱりそのディフェンスで崩れてしまったらちょっと取り返しがつかないというところがあって、まずずいってしまうという状況があったんですけど、まあ、今年は、まあ、ディフェンスで少し悪い時間があっても、そのオフェンスの方で流れを作れるみたいなことで、今までいなかった、今までなかった状況があったんですけど、でも、まあ、そういったところをそのしっかり1年通してやれたというところで、もちろんその中でディフェンスを修正して、で、まあ、勝負どころでそれが噛み合って勝つというところがその練習につながったと思う、まあ、そういったところですね。I think throughout the season, we just got better at just trusting each other. Our offense got a lot better. We shared the ball a lot more. Just embracing each other's talents.And put it all together, just building chemistry throughout the season. I think you can see the shift in our team from early in the season till now, with our belief in each other, the belief in ourselves. I think that's the biggest adjustment we've had so far. やっぱりシーズン通して、お互いを信頼する気持ちだったり、そのケミストリーの部分っていうのが一番大きく成長した部分だと思います。まあ、今のオフェンスの状況とかを見ても、本当にこうしっかりこう全員が同じ方向を向いて、しっかりこうチームとしてプレーできているというところは、やっぱりお互いの信頼感だったり、お互い その各選手の能力、タレントっていうところをこうしっかり理解して、それを信じて、チームとしてプレーできているというところが、シーズン通して一番良くなったところだと思います。I think we have a lot of room for improvement. I think defensively, even our communication. This week we emphasized our transition defense. I think we got better at that. Limiting our turnovers. So there's a lot of things we can improve on for the rest of the season and then lead into the championship. So I think we're in a good place right now.全然もっとこう自分たちが成長できるところっていうのはまだまだあると思っていて、特にそのコミュニケーションの部分とかも良くなっていけると思いますし、今週の千葉戦に向けてはやっぱりそのトランジションディフェンスのところはかなりこうフォーカスしてやって、その部分は成長できた部分もあると思いますし、そういったこうターンオーバーとか出た段階とかそういったところで、まあ、しっかりこうコミュニケーションを取って、修正するというところはまだ来週ももう2試合試合ありますし、まだまだ成長できる余地はあると思うので、そういった部分にフォーカスしていきたいと思いますけど、まあ、状態という現状として、まあ、状態としてはすごくいいチームとしていい状況になっています。いや、もう一緒です コミュニケーションを取れば解決できるっていうところがまだ多々あるんで、まあ、その効果というか、そのコミュニケーションさえ取れれば解決できる部分があるので、そこだけ思います。ありがとうございました。